イタリアのって今回はですね「ねうん、天性王女と天才霊場の魔法革命特集」うん、ということでまずは千本木さんからざっくり作品の紹介をお願いいしますはいえー、パレッティア王国の王女でありながら魔法が使えず日夜魔法の研究に明け暮れキテレツ王女と噂されています、うん、私演じるアニスフィアヴィン・パレッティアと夜会で 私の弟、アニスピアの弟に婚約破棄された、うん、魔法の天才と噂される天才公爵令嬢のユフィリアが出会うところからスタートする物語でございます。ちょっと複雑で、なんかこんな簡潔な感じでしか言えないんですけど、うん、そうですね、なので結構最初の1話の出会いは衝撃的な感じで。 あありがとうございます見てくださってめちゃくまだ途中なので私もちょっとねどこまで言うのかなって思ったよかったって安心ししたねこの後に最終回放送されましたがどうですかっていう話ありましたドキドキしちゃいます最終話がすごいやっぱり盛り上がってましたねそうですね最終話放送されてから一気にツイッターのフォロワー数が何千人か増えて 本当にちょっと毎回その放送されるたびにツイッターのトレンドとかで入れて皆さん頂い,いてたんですけどまさかこんな最終回終わってからフォロワーさんが増えるとは思わず <laughs> ちょっと言える範囲でいいので、はい、じゃあ作品全体を通して最終回終えてどうでしたかいやー結構その私最初のこの。 オーディションを受けさせてもらった時の印象として、うん、まあ女の子同士がまあ仲良く魔法革命とは書いてありますけどその2人がこう仲良く進んでいくお話なのかなと思って現場入りというか普通にオーディションを受けさせていただいたんですけど、うん、そこから印象はガラッと変わって本当にこうバトルシーンもすごく多かったですし、うんうん、あと何ですかねやっぱ心の底から言わないといけないセリフっていうものが本当にすごく多かったので。 なんか印象としては心をすごく使ってやったワンクールだったなっていう感じがしますね最終回まで走ってみて本当に最初に受けた印象と変わってきましたよねそうですね。うん 私そのアニスっていう私のやってるキャラクターも割とこと明るくて天真爛漫な感じのキャラクターなんですけどまあその魔法が使えない王族の人は魔法が使えるのが普通なんですけどそこが使えないっていうやっぱり劣等感みたいなものがものすごく持ってる子なのでそこのギャップが後半になってすごく出てくるので。 やっぱそこも印象と全然違いましたねアニスもだしユフィももんかあの最後まで通してみると結構かなり印象変わったんじゃないのかなって。ですよね。うん、逆にこのユフィリアっていう役はすごくこの自分の使命にまっすぐでこの王妃になるためにあの自分の学校生活とかを正さなきゃいけないっていうふうにずっと思って自分の家柄のレールみたいなのをしっかり歩こうと思って。 きたコが婚約を破棄されてそのレールがなくなっちゃった先でどうしたらいいんだろうっていうのをアニスと一緒に探していた作品だったので破棄されるシーンが辛すぎて自分だったちが入れないその視点で見てたって思いましたいやいや入れないですよ結構辛めですよねそこで何言ってんだとは言いかないですか私言えない派かもって思いましたなんか普通に泣きそうって思いましたあの場で なんかもっと偉いなって思いましたそこでこう食って書かれる子はあんまりこういう性格にはならないそうですよねもともとねそうですよね今さっきのポンさんの最終回を機に一気にフォロワーが増えてってみんな何を求めて集まってきたのかって 絶対。何かのシーン見て、みんな来た人たちでしょって思って。そうですね、最終回で結構。話、まあ、もうビクラ。そうなんですよ。そうか、そうか、そうか、もう。なので、それはあるかもしれないです。最終回がその手間あたりからね。一気に何かが寄ってきたんだろうなって、ちょっと私は。 ごめんなさい慣れしてしまってそれでも笑みが笑みが溢れちゃったわいですそれでも関心を持っていただければそうなんですよね本当に心の高い二人がね一緒に会ったという話だと思うのでそしてメッセージもいただいておりますラジオネームラシンバンさんからですせんぼきさんこんばんはこんばんは アニメ最終回まままでリアタイししていいたうん、うん、ありがとうございます最初は女の子2人を中心に描かれるうん、うん、ほのぼのメインの話なのかな、ね、と思ったらうん、うん、可愛らしさはありますがうん、うん、思った以上に熱いストーリーで中盤以降はよく泣いてしまいました。ニスフィアとユヒリアのシーンは仲良しだったりぶつかったりといろんなシーンがありましたし千茂木さんのお,お気に入りのシーンはありますか あのー、よく聞かれてこうお話しするんですけどうん、うん、選びきれないのが正直なところなんですけどよく挙げさせてもらうのは本当に1話のアニスがユフィの手を取ってさらっていくシーンその婚約破棄されてるシーンにアニスが飛び込んできて。 あのまあ、自分の弟に泣かされてる女の子、うん、ユフィーを、まあ、私がさらってあげるっていって一緒にこう出ていくシーンなんですけど、うん、そこがやっぱ象徴的だし、うん、すごくイケメンなシーンですし、うん、かなりキーになってくるので、うん、これからその12話かけてやっぱあのシーンを,を中心としてやっぱスタートするので、うん、そういう意味で。 欠かせないですね。なんか裏話とか苦労したところとかありますか？そうですね。苦労したところで言うと、うん、う朝一の収録だったんですよ。朝一？朝十？朝朝十か。朝十って何ですか？なんかでえあのアフレコってね十、うん、時だったりあと。うん えっと十五時とかなんかタイミングがそうです十時スタートと十六時スタート十六時からだいたいなんとなく決まってるのかねなんとなく決まっててコロナ前はだいたい十時スタートで午前中の仕事で十六時から午後の仕事みたいな感じでやってたんですけど朝起きてあのモードにじゃあまず持っていかなきゃいけなくて <laughs> そうなんですよ結構本当バトルシーンとか結構 気持ちをトロするシーンが本当に多かったので、うん、浅い力ってだいぶハードでしたね、うんうん。そういう時ってなんかこう準備とか体の準備とかされるんですか？そうですね。まああの喉の,の調子、喉の,の、ね、ハミングとかでちょっと喉ほぐしたりとか、うん、結構この声帯も筋肉なので、やっぱそこを声出せなくても喉の,の周りこうやってほぐしてあげると、それだけでちょっと喉が起きるので、そういうことしたりとか。 あと朝ごはん食べたりとかしながら本的なそうか気持ち的にはじゃあもう始まるとすって入っていける感じがそうですね、うん、割とまあみんなメインは一緒に取れてたのであ、はい、ああそういう意味でやっぱ話し出すと相手がいると。ねうんうん すっと入っていけるってのはありましたね。そして、またまたメッセージ読ませていただきます。ラジオネーム春馬さんからです。内田さん、松沢さん、千本木さん、こんばんは。こんばんは。でんアニメ最終回まで、お疲れ様でした。ありがとうございます。アニスフィアは元気で明るい女の子ですが、戦う時の強さは男の僕でも憧れました。特に息遣いや勢いなど、千本木さんの演技にも毎回引き込まれました。ありがとうございます。とのことです。すみません。 ありがとうございいます、うんね、息遣い、ね、そ,うそうですね結構なんかそのアニス自体がこの何、うん、ですかねすごいすごい資格を持ってて冒険者というかランクがすごく高いキャラクターなので、うん、すごく強いんですよね。うん、なのでドラゴンとかと戦ったりする時はやっぱりどこにドラゴンがいてどのぐらいの高さにいてこの風速砲機に乗って戦ってるので。うんうん 体感がどのぐらいでみたいなのを考えながらやるのが結構大変でやってましたね。そっか風速ねそりゃそうですよ速い速い放球乗ってますもんね。とか何か重力とか格のこう世界というか想像力かなりねそうですね必要とされるし私個人的に最終回のあのシーンはどんなどんな気持ちでしたか 最終回のあのシーンはもうでもそのままその気持ちのまんまやって、うん、後ろの角間さんに「う、えー!」って言ってるっていうイリア役の角間愛さんと一緒にってんけど何人かじゃあみんなやっぱ囲んでみて囲んでみたってんで囲んでみたって言うとまたちょっといっい形でらっしゃるんですね。そあいうのあるしそかルースの中にいる先輩たちに角間さんに「うんはい、やっちゃったね」<laughs> あ、やっちゃいました。すいません。って言って、何が楽しいだろ待って、めっちゃ楽しみにしております。見てください。最終回までお願いします。ねはい、文化放送、ウルトラリオの、レコメンフライデー。